今16番ゲートに幕引きを収まって係員離れます。体制完了、スタートしました。綺麗に揃いました。13番キングオブコーチは後方から、さあ横に広がって、まずは勤めから14番レイパパレ、内からは7番のウィン・マリリン、さらに内からスーッと4番ジャックドール、さらにオースト15番アフリカンゴールドも行った。アフリカンゴールドが行って内から4番ジャックドール、2頭が並びますが、1コーナー手前で4番ジャックドールが先頭に立った。15番のアフリカンゴールド2番手、レイプパレ3番手、1コーナーです。さあ先手を取ったのは4番ジャックドール、リードは1馬身半、2番手には15番アフリカンゴールド、1馬身内に7番ウィン・マリリン、外に14番レイパパレ、それから1馬身半8番ポタジェ、外に12番の湘南バルディ、これから向こう上面3馬身中段から後ろ10番ヒシイグアス、1馬身内に3番ヒミドール、半馬身その外が6番のエフフォーリア、1馬身差9番アリーボがつけて、それから1馬身その11番ステラリア、あとは1馬身差16番のマカヒがいって、内から1番のオスカーフェイスが接近。 1000m は58秒8で通過。後方3頭は5番の赤い糸、2番レッドジェネシスに並ぶ13番のキングオブコージ。第3コーナーのカーブに入ります。800を通過して4番ジャックドール先頭、半馬身から4分の3のリード、15番のアフリカンゴールドが2番手、3番手は1馬身、外に14番レイパパレ、内が7番のウィン・マリリン、残り600を通過、その後ろ8番ポタジェ、12番の湘南バルディが行って、10番ヒシーグラス、あとは9番アリーボ、内に3番ヒミドール、その後ろに馬群の中6番のエフフォーリア。第4コーナーをカーブ、これから直線へ。さあ前の争いですが、先頭4番のジャックドール、リードは1馬身、外からレイプパレがそう詰める、間アフィガンゴールド、ポタジェが現在4番手、それを追ってヒシーグラスと、内から9番アリーボ、200を通過、先頭変わった14番レイパパレ、8番ポタジェ、そして9番アリーボ、アリーボがやってきた、ヒシーグラス、さあ先頭はポタジェか、ポタジェ、ポタジェだ、ゴールイン、ポタジェ押し切りました。鮮やかに2頭の間、内が14番レイパパレ、外が9番アリーボ、その中を割って8番ポタジェ、見事 G1 初制覇。